はい、どうもこんにちは、ジです。ということで今回もですね、複数体持ち案件です。翔さんがなんと3体持ちになりましたまたコレクション増えたわ、めっちゃ嬉しい。極みで3体持ちが完成したって感じですね。残し方もね、結構綺麗で、これがまあファーストの守備適性が高くてプルヒがついてる、そんで TS の方がレフト70のパワーヒがついてないみたいな、うん、まあ最近ちょっと日ハム純正でも使うことが減っちゃったんですけど、まあ残すならここら辺のシリーズでいいんじゃないかなと思ってます。いいですよね、結構で、今回のセレクションの巨人バージョンと写真がね、そもそもかっこいいんすよね。でファースト適性が特殊で70にも乗るし、プルヒ連発ってことはこれは TS が連発の、セレクションがプルヒだから、まあなんか合わさったような感じかな。これは大満足ですね、本当に。なんかこう強い選手を育成して強いオーダー作るっていうのも、もちろん僕はそれもしてるんですけど、こういうねコレクションで増やしていくっていうのもすごい好きなんですよ。なんかわかんないけど、そのオーダーによっちゃもしかしたらね、ファーストの守備がいいから使いたいって方もまあ少なからずはいると思うんで、パワヒでプルヒ持っちゃってますけど、まあある程度重要はありそうです。能力的にも結構上がってますね。走力だけ下がってるんですけど、まあミートも結構上がって、パワーが A に乗ったと。プラス守備は変わんないか、特殊能力も変わらずと。あ、全出しの画像ちょっと作ってきてないですけど、一応こんな感じになります。おそらくパワーが爆上がりしてるはずです。本当はね称号もしたかったんですが、今回極みにするのに使っちゃったんで、パワーヒオーダーで今日はランク戦やっていきましょう。いきましょう。さあ1試合目いきますか。翔さんはですね、4番に入ってます今日は。でまあ1番はパワーヒオーダーといえば山田選手ですよ。注目していきましょう。ナイス、気持ちいい。今のストレートはね、多分外したストレートだと思うよ。インハイでね入ってくるストレートはほぼほぼそういうものだと思う。OK、ナイス、広角で。パワー97、これもうね確定です。見ててください。今の感じだともう一球くるかもしれない。よし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 、ちょっと振り遅れた。でも十分飛んでいく。さあプルヒいきます。あ、待って応援か、これ日ハムか。あ、日ハムバージョンにしてたっけ。打ちました。インコース打ちましょう。ちょっと今焦った。手出しちゃうよね。いや手止まんなかった、サーセン。まあいいか、ナイスヒットです。こういるべ、広角。え、広角出てなかったっけ。まあいいか、しゃーないね。わーっしゃー、広角なしホームラン。いいね、これはまあ2打席目回ってこないかもしれないですね、翔さんに。4番だし、おらーしゃー強いぞ、あ、ヨーダー強いぞ。あ、ボールか。やべ、お、エラーだ。あ、ヒット。え、ラッキー。松郷、何やってんの。やっちまったな、今の。ナイスエラー。うわー、前進。助かった。系統ないね、そういや、今思ったら。まあいいか。これが5球目。気持ちいい。いやーこれは最強だわ、パワーヒマジで。なかなかないよこれ、パワーヒオーダーでこんなにホームラン出るの。アウトコースも多かったしね。まあ半々くらいか、インコースと。よし、つえー、まあ確実にアウトコースなんで引っ張ってみます。ここ引っ張っていきます。おら、よし、超えたはい、うわーすごい、ロペスそんな投げ方できんのか。さあ次4番からだよ。ヒッティングさ、ファイターズの攻撃。バッターボックスは4番中田。ファイターズ得点に動きはありません。0対0で迎える。おらーっしゃー、あー、OK、3試合目にしてホームラン出ました。これもしかしたら見せてくれる翔太さん。違いました。よかったよかった。まあ連発狙える可能性があるんでね。OK、最近ね縦スラがあんまり合わないんだよ。なんかダルさんの縦スラとかさ、千賀さんとかあんま合わない。あ、なるほど、そうですよね。びっくりした、いいよスピッチあの自分の目線で見るのは初めて。打者で見るのはあんな感じなの。ボール消えんじゃん画面から
球速くっそ遅かったけど、あれもっと使ってもいいかもしれないな、びっくりするわ。あ、ボール落ちて落ちて落ちて、よし助かった。ノーアウトランナー二塁一塁。さあそして打席にはホームラン見てよ、見せてくれ。得点圏には追加点となるランナーを置いています。さあどうだ。森さんなかなかね苦手だから。あ、うん、まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから術中にはまらないよう気をつけて。よし来た嬉しい。オッケー、ちょっと4番まで回らなさそうっすねこれ。やべ、ワンアウトだ。ボールだ。いや、ちょっと待って。ライト方向を流しました。お、打球はライトへ。連発の夢ついえた。一気にアウトになっちゃった。これをラストにしますか。あー、いくぞ。日ハムの投手多いな。うん、やべ、互角ね。さっきのホームランすげえ良かったけどな。ここ打てるか。初球は何か。ナイスツーラン。まあまあインコースだしね。うん、まあインハイのツーシームなんてねぶっ飛んでくから。ナイス。うわっ、かわいい。ちょっと続いてくれ翔さん。切りました。ファールボールです。やーべえこれ。これが3球目。たまらん、きた。最高だ。このまま打てなくてもいいわ。このままもうアウトでもいい。気持ちいい。はい、これもいったか。すげえ。4者連続、5者連続とはならず。なんだこの試合。なんだ、早い早い早い。いや入んないんかい。もうこれアーチストオーダーっすよ。広角アーチだわ全員。超強い。あっ、なると思った。なんかさ最近6点って多くない？あの最後の一押しが あんまり撮影でしてないんだよ。一気にねアウトになっちゃうっていうのが。あー、まあいいでしょいいでしょ。こんなにもう高評価皆さん押してください。これは広角アーチだったら全然あるんですよね。こういう試合は全然あるけど、あわひはなかなかねえから。三振は無理っぽいんでこれで。おいしょー。ということで皆さん高評価よろしくお願いいたします。チーでした。ありがとうございました。